よーし、続きやっていこう。地下に、なんだっけ、落とされた、落ちたか。地下に落ちたところからか。で、多分ハロルド一人だよね。ハロルド一人で戦闘できる気がしない。鮭。なんか鮭マンがさ、3、4体いるんだけど、これ何？あ、こいつは変える。特性。特にかな？特になんか、中身が変わったこともなし。このでっかいシャケマンは何？長老？キングサーモン。そこはシャケマンじゃないんだ。ここ、シャケの里芋ゆっくりカタツムリで OK です。まあ、話が通じねえわ。シャケ。シャケ。シャケ。OK。で、なんでシャケマンがこんなにいるんだ？シャケマンがな、なんか作られたうんたらかんたらみたいな、やつは、この前のやつで聞いたけど、シャケマンがこんなにいる。あー、はい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 。ここに繋がんのね？なるほど。あ、で、こっちはいけないと。で、ここは？あー、ここ。なるほどね。で、ここにアレックスたちがいるよね。あ、いた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 。これなんだ？古びた紙に何か書いてある。あ、そうか。あ、これがシャケマンのやつか。おーい。おーい。ダリア。ほら、ケンタちゃん、手が止まってるわよ。ケンタちゃんの手は、バナナを剥くだけの手なの？ええー、やかましい。む。久しぶりだな。ハロルド。ハロルドさん、無事だったんですね。うむ。お主らも無事で安心したぞ。む。後ろにいるのは、え、お久しぶりね。おかまよ。それでいいの？あ、はい。まあ、いろいろありましてね。とりあえず敵ではないので安心してください。そうか。ところで、お主らは何をしているんじゃ？エレベーターを動かすために動力器を直しているんですよ。ですが、どうも部品が足りないようで困っていたんです。何が足りないのじゃ？エネルギーを送るための導線。導線？言ってね。導線です。他の部分はなんとかなりそうなんですが、導線だけバッサリ切られてて使い物にならないんですよ。では、わしがそれを探してこよう。ケンタはそのまま修理を続けてくれ。いいんですか？わしがここにいても役立ちそうにないからの。そうだな。俺らも行くとするか。ケンタちゃん、ケンタちゃんを応援するっていう大事なお仕事があるんだけど、いや、お前とケンタ二人にしたら、もう、ちょっと見せられないからちょっとやめとこ。私が部品をいじるたびに変な声を出すのは応援と言わないです。そうなの？頑張ってビブラートを聞かせてたのに、殺意が起きましたよね。とにかく、ここは私だけでいいので、あなたも部品探しに行ってください。しょうがないわね。あー、これでお前いつまで被ってんだ、それ。で、アレックスが HP1 だけど、まあ、いっか。アレックスは。で、こっち。こっち行って、どこに行かないといけないんだ？ひとまずこっち戻ってみるか？長老。あ、聞ける。お主、導線というものを知らんか？知るです。知るです。チョキチョキ、強盗、ミミズです。カニじゃんけん、お土産です。何を言ってるかさっぱりね。本当に何を言ってるかさっぱりな。初めて意見があった気がする。まあ、鮭だしな。こんなやつの話を理解できるのは頭のおかしい狂人だろ。なるほど。大きなカニが、カニがやってきて、導線をミミズと間違えて持っていった狂人おったわ。で、そのカニを倒したら導線はもらってもいいと。ブーン！そうか、感謝するぞ。ハロルドちゃんには通じてるわね。ハロルドは鮭だった。そんなわけあるか。で、ま、あれか。回復しとくか。回復しといて、他の奴らにも聞いてみるか。鮭。鮭。ま、特に会話の変化は、なしかな。これなんだ？これ特にか。で、これは、いくら？急に裏切るやん。でよ。カニ、大きなカニってあいつだよな。どこにいるんだ？あー、なんか、開いてる。開いてるし、ここ開いてたっけ？
ここ開いてたっけ。うーむ、この先は暗くて進めそうにない。なんか俺が忘れてるだけな気がするな。でここは確実に開いてなかった。でバスターソードクラウド、装備か。バスアイテムから見た方が早いか。バスターソードあった。アレックス人形、鎧すら破壊する強力な体験。アタック35。アレックス、お前何つけてたっけ。グレートソード。15から35、20マップする。つんよ。バスターソード。で、これはアルトリスの指輪。アル、これか。全能力プラス5、HP200、MP20、強っ。じゃあこれはハロルドにつけとくか。違う、間違えた。装備の、ある、違うわ、こっちか。アルトリスの指輪セーブ。よし、これは古びた紙に何か書いてある。ある王国に勇者と言われる者がいる。勇者は人間離れした身体能力とあらゆる魔法に対し高い適性を持つ。力の源、その力の源は血であり、彼らはその血が途切れないように必ず子供を残さなければならない鉄の掟があるそうだ。彼らの計画に勇者の存在は非常に有益なものになるだろう。あ、我らか。どうにかして勇者の血を手に入れられないか。勇者はまあハロルドだから、ハロルドについて言ってるんだよな。で、我らって誰？っていうかさ、勇者じゃねえよ。ハロルドって、子供いんの？子供作らなければならない的な書いてあったけど。56。ん？なんか穴開いてる。あ、なんか穴開いてる。ここ通れるんじゃね？なんで俺気づかなかったんだ、ここ。中に入りますか？強敵との戦闘があります。一旦ね、一旦セーブを挟んで、はい。おお、でっか。おうおう、動くんだ、こいつ。なーるほど。でっかいカニが出現。ハロード、お前は、ストーンバレットが、おう、究極魔法、ギガシャイニングを受けたことはあるかい？で、アレックス、お前は縦砕きだ。はっ！あー、2万か。まあまあまあ。あるな。で、ギガシャイニング。あいー、2000、強い。ボルテック、サイクロン、ブリザード、フルエリアヒール。ダメージ受ける前提でフルエリアヒールするのあり。いや、でも42だもんな。じゃあ、ハロルドは一旦、ちょっとここら辺で弱点を探ろう。一旦、激サムおじさん使って、で、縦砕き。激サムおじさんが、あー、そこまでか。普通ぐらい。で、巨大なハサミ、すんよ！すんよいけど、アクア、マジクラ、リバイアさん、スピードネラ。じゃあ、角2万を頬張って、アレックスは、でんでんネギ。なんか水は絶対効かないよね、こいつ。おーし、雷！雷が弱点と。で、土攻撃。で、雷のなんか、究極魔法、ギガシャイニング。2連続で受けたことはあるかい？で、鮭弁当で全体回復。オッケー。で、これでほぼ全開。会心の一撃628。2500、2800か。すんよ。で、ハロルド、お前は、じゃあ、ハロルドは一旦、フカヒレスープを飲んで MP を回復。アレックスはお前、アレックスはお前どうしよっか。アレックス、アイテム使シューマイ弁当を食っとこう。全体攻撃されるとな、ちょっと、きついな。きついな。ハロルド、お前は、リボーン、サンダー、マジック、サンダーだ。
待てよ。サンド全体だよな。全体に小だったら、でんでんネギを打っとこう。で、アレックスは、一発耐えるか？一発耐えるか？耐えれるよ、アレックス。いや。アレックス。いや、耐えれる。アレックスなら耐えれる。乱れ剣。はい、はい、はい。これほんと強いな。で、力貯めて、次2倍。わーお。どうしよう。次2倍だから、え、ちょっと待って、これ次2倍って攻撃しなかったら解除されないみたいなんて、ある？一旦それの実験も兼ねて、実験も兼ねて、ちょっと、カエルの丸焼きをハロルドに食わせよう。どうだ？ 222? はい、消えちゃうと。てか、ハサミ即死？もしかして。どうしようかな。ハロルド死ぬのはダメ。アレックスが死ぬのは別にいいんだけど、ハロルド死ぬのはダメ。乱れ拳。はい、はい、はい。で、これで大体1000ぐらい使うんだよ。もう、きっしょいの、こいつ。いや、負けない。これは意地、意地です、これ。絶対に。こいつがもうしつこ、ああ、もうやめるわって。やめるわってなるまで俺はカエルを使う。でっかいから様子を見てる。はい。なんかこれ、一撃やばそうなのが。バリア、はい。じゃあ、どうしよう。濡れせんべいをダリアに食わせよう。で、アレックス、お前は、ここ砕きをしておけ。うじゃねえ。ああ、もうバカか、こいつ。やりやがった。で、はい、これで1000ぐらい。でっかいかに様子見てる。でも、アレックスはもう生き返らせなくていい。サンダー、フルヒール。いや、ミナバリアだな。ミナバリアしといて、ラブキッス。で、全部下げて、こっちは上げて、でっかいカニの157。全然よ、全然。そんくらいやったらびくともしないよ、うちのハロルド。ユミル。いや、でも氷は無理だから。あ、リボン。はい、死ぬ気弾。田中さん？おい、なんか変なのいたぞ。アレクさん、おい、なんだよ。じゃあ、リボン唱えなくてよかったじゃん。リボン唱えなくてよかったじゃん。田中さんも見れるんだったら。じゃあ、シューマイ弁、いや、あ、シューマイ弁当だな。シューマイ弁当、ここ砕きを次こそ。で、はい、400、400、400。253、アレックス、ここ砕きで攻撃力下げる。うん、効かん。で、ギーガシャイニングが使えないね。じゃあ、デンデンネギ、アレックス。アレックス、お前、大弾、700。いや、でも、一緒か？大弾山だ。これで、あ、大弾山で、大弾山で終わらせてあげて。あー、バカ野郎、この変態オカマメ。3万ゴールド。こいつ、どこにそんな隠し持ったんだ？あいつ死ぬわけじゃないんだ。逃げたか。ん？何か落としたよじゃな？これが動線というやつかの？とりあえず、ケンタちゃんに渡してみましょう。違うときはまた探せばいいわ。そうじゃな。では、ケンタの元に戻るとするかの。動線を手に入れた。おーい、倒したよ。ちなみに会話変わったり。エラ？エラーです。シャキ。ヒレ？シャケマンのヒレ？ぬるっと湿っているヒレ、特殊な力を持っている。敵単体に水属性のダメージを与える。何度でもつく。グロいって。まあ、一旦、全開しといて、物買うか。シャケマーン。よし。アレックス。アレックスじゃねえ。ケンタ。ケンタ、動線持ってきたよん。持ってきたよん。ここを、こうして。あ
ああ、どうした？ハロルドさん、これはやばいですよ。何があったんじゃ。これを見てください。クワガタっす。何やこれ、クワガタでかっ。すっげえ。こういう人たちが、子供心を忘れないような社会づくりを俺は、ね、心がけていきます。何してんだよ、お前ら。アレックスさん、見てください。でかいクワガタがいたんですよ。アホくせ、おい。もう、波に揉まれて、社会の。たかがこれ、いや、でっかい。なんだよ、これ。めちゃくちゃかっこいいじゃねえか。俺にも触らせてくれよ。クワガタとカブトムシだけはね、触れるんだよな、俺。いつの間にか、殿様バッタとか少量バッタすら触れなくなってたけど、これだけは思い出補正で触れる今でも。わしも。ダリア、お前はどうなんだ？ダメでーす。勝手に触らないでください。ちょっとぐらいいいじゃねえか。仲間だろ？そうじゃそうじゃ。じゃあ、ケンタ様お願いしますって言ってください。ねえ、ケンタちゃん。何ですか？今、最高に盛り上がってるところでしょうが。それ。ごき。二度と走り触れるなよ。金玉を置いてください。手のひらにモーターついてやがる、こいつら。ちょっと間違えただけじゃないですか。私たち仲間でしょ。こんなことで嫌ったりしませんよね。ゴキブリつけたもん来るんじゃねえよ。おい、どうせ私に来たんだよ、俺。おい、ケンタ、どうせ。ケンタよ、それらしきものを見つけてきたぞ。お、確かにこれは銅線です。あとは私に任せてください。お、着いた。よし、うまくいきました。これでエレベーターが使えるはずです。準備ができたら向かいましょう。よし、セーブをしとくか。お、4人になった。でもケンタは映らないんだよな。やっぱこれなんかケンタがな、なんかゴリラじゃないって言っているから、本当にゴリラじゃなくて、ゴリラの姿を解き放った時に、あのパーティーのところに出てくるのかな。エレベーターに乗り込みます。ウィーン。どこに着く？あーん、ここか。あ、ここのか。え、あれ、マオちゃんじゃない。こんなところで何してるの？お前こそ、なぜここにいる？裏切り者。この人たちに助けられてね。不死鳥のように舞い戻ってきたわ。ゴキブリの間違いだろ、しぶといやつめ。おい、あいつなんでいるんだ。あー、言い忘れておったな。わしはあの子とここに来て言ったのじゃ。まあ、いろいろあって、わしだけ地下まで落とされてしまったがの。ということは仲間になったのか？そんなわけないだろ。ジジイとは一時的に協力したに過ぎない。みーちゃんは？みーちゃんどこ？みーちゃんどこっていうか、なんでこいつここにいんの、本当に。あの変態の企みを止めた時点で協力関係は終わりだ。あ、てかこいつあれか、実験のやつか。プロトタイプとシャケマンと白菜ね。そうか、それは残念じゃ。じゃが見た限りあの変態は倒すことができたようじゃな。はーい、なんかある。あの、さっきから気になってたんですけど、そこにある大きな装置って何ですか、これ？わしにもよくわからんが、変態はこれを使って動く人形を作っていたようじゃ。うわ、クソ危険なものじゃないですか。こんなものはさっさと破壊しましょう。ダメだ。なんで、なぜじゃ、これを壊すことが目的じゃったじゃん。はい。時は遡る。貴様は、白菜を殺せない。何を言うかと思ったら、私は今までに大量の白菜を始末してきた。白菜消費量が多い大阪よりも。そうなんだ。白菜消費量が多いって絶対それお好み焼きとかだろ。そう。貴様は多く白菜を始末した。始末しすぎた。今や白菜は数え切れる程度しか残っちゃいない。ん？沖縄じゃねえよ。大阪で使うのは白菜じゃなくて、キャベツか。粉もんは。それがどうした？私はそのために戦ってきたんだ。ほう。ならば、なぜお前は白菜どもを牢屋の中に入れているの？確かに。矛盾してると思わないか？お前は、絶滅、
絶滅させるという一方で、白菜を殺さないで保護している。理由を当ててやろうか。お前は恐れているのさ。復讐する相手がいなくなることを。黙れ。ふっ、図星のようだな。だが、俺だったらその苦悩は解決できるぞ。何？この装置はな、白菜を作り出すことができる。お前が欲しくてたまらない憎き白菜どもをな。つまりこれを使えば、お前は白菜に復讐する幸せを一生味わうことができるぞ。白菜を一生。どうだ、ここで俺を見逃してくれるなら、これの使い方を教えてやる。で、いいだろうって言っちゃったんだな、こいつ。私には復讐しか残ってない。だからダメだ。壊せない。お前、占いで生計立ててたじゃん。壊させない。はーい、なるほどね。魔王が出現。でも、お前は一回倒してるし、ダリアもちゃんと戦闘に入ってくれる。ありがたい。で、ファイアウォール。ちょっと待って。こいつなんだっけ。ハロルド、お前ちょっと激サムおじさんで、ちょっと様子見とけ。アレックスは、捕獲だき。ケンタは、ケンタ一旦攻撃して、お前 TP 貯めろ。ビキサムおじさん411か。で、2回攻撃、みじん切り。みじん切りのやつかっこいいな。うん、うげえ、強っ、こいつマジか。ダリアが一撃 ?1000 あるんだよ。マジか。ハロルド、お前、一旦カエルの丸焼きをダリアに使って、アレックスは、アレックス、いや、縦砕きじゃない、矛砕きやってるから、でんでんネギ。で、ケンタは、うんこ投げろ。ケンタお前、うんこ顔面に。あー、レジストがあった。ウェイクと間違えたい。うんこ投げて、ファイアボール。みじん切りがやばいな。しかもさ、ダリア一回避けてたよね。一回避けて、あれって。強すぎ。ゴフ打ちは。で、アレックスは、盾を砕いておく。ケンタお前不思議なドラミングで防御力を上げよう。水かなら。はい、はい。で、防御力を上げて、お前が何をするか。普通の攻撃ない？オッケー。縦砕き。ハロルド。ビッグウェーブ、イフリート、ライオン。いや、水だけだよな、やってないの、ここで。水だけだから、まあ、ビッグウェブしとくか。土だったらもう無理だしね。あれで。試すのも。乱撃。ゴリパンチ。ゴリパンチ。で、乱れ拳。乱れ拳マジで強い。これだけ使ってればいいよ、お前は。ゴリパンチで330。ファイアボール。ビッグウェーブが、マジか。じゃ、土か、こいつ。あ、っていうか、アレックスの、あれ、いいな。アタックスかけといて、これ、乱撃一体の時めっちゃいいな。上物バナナを、いや、お前、もう一回うんこ投げとけ。顔面だ。ラブキス。で、全部下げて、うんこ投げて、あ、みじん切り、あ、ケンタ、あ、はい、630、400、577。ハロルドがな、毎回おっせんだよな、動きが。リボーン死ぬ気なんだ。受けとけ。で、乱撃。600入んのすげえな。で、ケンタ。あ、てか、あれか、リボーンって、完全に、HP、蘇るわけじゃないんだ。あ、フルエリアヒール。
フルエリアヒール、アレックサ、お前また乱撃。ケンタは上物バナナをハロルドに食べさせておこう。念のため。フルエリアヒール。あー、間に合った。ハロルド結構ムラッキあるよな。はい。はい。よーし。地味に強かったな。グッ。お主の負けじゃ。お。感動的な BGM に。本当は気づいていたんだ。白菜どもを皆殺しにしても、私の幸せは戻ってこないことは。だけど、復讐をやめたら、私には本当に何もなくなってしまう。なあ、私は、どうすればよかったんだ。占い家業に戻るといいよ。というか、私が何をしたって言うんだ。かく。気を失ったみたいね。まったく、かわいそうな子よ。復讐することでしか幸せを感じることができないなんて。まあ、こいつも被害者だもんな。ね。一応被害者だもんな。バカみてえな。バカみてえな。被害受けてるけど。急に屋敷に白菜が来て。屋敷ボッコボコにされるっていう。ハロルドちゃん、これを。お、レッドカードキー。そういや、そうだったな。これは。今のあんたたちなら使い道は知ってるでしょ。この子には、もうこんなものいらないのよ。ここにいる限り、この子は復讐以外の幸せを知ることができない。そんなの生きていても楽しくないじゃない。じゃあ、あんたたちとはここでお別れね。私はこの子を連れてどこか遠くに行ってみるわ。この子が新しい幸せを見つけられるよう、見つけれるような、そんな場所にね。そうか、気をつけていくんじゃぞ。ありがとう。でも、そっちも気をつけてね。何がだ？マーシャちゃんよ。確かに、あいつ、強い？もしかして、あの人何か特別な力を隠してるわ。特別な力ってなんだよ。一言で言ったら、人知を超えた力って感じ。なんじゃそりゃ。あいつが一番持っちゃいけないやつだな。でもまあ、あいつの強さは昔から知ってるし、油断するつもりはねえよ。ええ、それがいいと思うわ。最後に、ケンタちゃん。何ですか？あなたは本当にそれ、どういうこと？何がですか？しばきますよ。この点点点に、この三つの点点点にいろんなものが含まれてんな。そう。じゃあ、私はもう行くわ。でも、さよならは言わない。なぜなら私は、オカマだから。これで最後となると、ここもちょっと悲しいな。これが最後なのは。じゃ、さよなら。あ、はいってみんな言わないのがいいな。まったく騒がしいオカマでしたね。まあ悪いやつじゃなかったぜ。さて、カードキーがすべて集まった。これでマーシャの元に行けるな。ああ。だが、さっきも言った通り、マーシャは一筋縄ではいかん。準備はしっかりしていこうぜ。あと、この装置はぶっ壊しておきましょうね。よし、オッケー。で、セーブしといて、あいつはどうなったんだ？みーちゃんは。みーちゃん、お前らはちなみに、こいつらもこんままか。みーちゃんがどうなったか知りたいんだけど、ちなみにお前なんか変わったとか。あー、お前もか。あれ？人が、あ、人いたわ、全然。あ、回復しとくか。休憩しといて、ここに、レッドカードキーを差し込む。グリーンも差し込む。そして、ブルーも差し込む。これで、アクト。ついにラスボス、そっち？あ、そっち。こっち何？こっち何だったの？あ、別に開かないとは言ってないもんな。開かないとは言ってないけど。あ、シャケモン。え？シャケモンお前。うん。これ、買えと。
なるほどね。なるほど。どうしよう。どうしよっかな。どうしよっかな。でも、武器とかよりこっちだよな。追加で5個買っとくか。ザリフライ。帰りの丸焼き。帰りの丸焼き弁当。特殊なカエルを焼いて、お弁当に詰めたもの。隠し味はグミ。味方全員の HP を満タンで復活させる。強い。5個。え?高っ。9999。1個だ。1個でいいわ。いくら。プチッとした食感が楽しい。いや、楽しくない。全員の HP と MP が全回復。買います。買いです。3つ買います。よし。じゃ、特にやり残したことあった!あった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 よ。あったよ、あったよ、あったよ。おい、おっさん、買わせろ、物。やっぱり欲しくなったんじゃろ。よし。一旦殴っといて、4万円でこれを買う。3万じゃない、2万5千円でこれを買う。2万円でこれを買う。オッケー。アイテム、大事なものかな。こて武器、アイ、こっちか。あ、これが。ケンタやな。ケンタが、よし。間違えた。隕石の置物をケンタに、で、拳の壺もケンタに。よし。これで3つも覚えたと、技を。おぉ。陳列剣、陳旋風脚、陳流メテオ。敵ランダム TP30 威力中。敵を連続で殴りつける技。突き指に注意。全体40中。ヘルニアに気をつけながら。敵全体に回し蹴りを放つ。よく作者こういうの尽きんよな。全体60、威力大。落ちてる石を隕石のように投げまくり。隕石じゃないんだ、これ。よし。あとは、特にか?買い忘れたものは、まあ、なさそうだけど、こっちに何かあったっけ?これは?いらっしゃいました。これは特別な権利がございます。どうでもいいやつか。で、こっちもどうでもいいやつだよな。あ、思い出した。思い出した、思い出した、思い出した。思い出したよ。ここ、開けてない。二つも開けてない。いや、2から1個。レベル2カードキーを確認、ゲートオープン。はい。鷹の壁眼。羽のブーツ。水銀の指輪。天使の涙。全部強そう。多分武器とか防具とかそこら辺だよな。鷹の壁眼。回避率 10%、攻撃力6、羽のブーツ。回避6、素早さ6。はいはいはい。天使の涙。MP30、MP 再生率 10%。水銀の指輪。HP200、HP 再生率 10%。強っ。いや、装備はまだか。装備まだ。こっちで、ゲートオープンして、2万。弁慶の小手。モルガンの翼。ちなみに、ここら辺は特にか。オッケー。弁慶の小手。物理耐性 50%。防御力 20%。はいはいはい。タンクか。モルガンの翼。属性耐性 50%。防御、魔法防御 20%。じゃあ、ケンタお前。ケンタにはタンクになってもらいたいから、弁慶の小手。セーラー服以外もつけるか。ちなみにセーラー服ってどんぐらいだ ?2 しか上がらん。じゃあ、癒しのローブ。3か。じゃあ、ビーストソードつけといて、アレックス。お前は、
待って、水銀の指輪いいな。HP たくさん使うから。でもな、回心率。いや、鷹の壁眼だ。鷹の壁眼で。プレートメール、14だな。じゃあ、鎖片びら。で、バスターソードはいいでしょ？で、ハロルド。ハロルドはどうしよう。HP200、MP20。これも結構強いんだよな。ハロルドに関しては全然買えないのもあり。MP30、MP。どうしよっかな。いや、天使の涙にしとくか、せっかくだし。で、鋼。あ、じゃあいいや。じゃあこっちの方がいいな。盗賊の鎧の方が。よし。これでセーブをしといて、行こう。打倒マーシャ。おそらく最終決戦かそのあたり。ハロルド。おそらくマーシャとは戦闘になるだろう。そしてあいつは強敵だ。生半可な状態でいけば敗北する。準備は本当に大丈夫か。先に進む。戻ってこれません。セーブをお勧めします。ちょっと待って。一旦ここでセーブしよっか。負けるかもしんないから。めんどくさいよ。戻ってくんの。よし。行こう。うむ。問題ない。マーシャに会いに行くぞ。ついにだ。マーシャ。あら、久しぶりね、ハロルド。ハゲも牢屋にぶち込まれた割には元気そうじゃない？おかげさまでな、クソババア。あと、そのゴリラは？ケンタです。喋るゴリラなんて珍しいわね。見せ物にして商売にしようかし。それとも珍獣としてオークションに出そうかしら。ダメだこいつ、ジャックすぎる。あ、でもちょっと臭いわね。臭いありと。臭いじゃない、匂いありと。物を見るような目で見てくるんですけど、しかも中古品判定された。そういうやつなんだよ。こいつは、この人、よく勇者の仲間になれましたね。豚箱にぶち込まれていないのが驚きですよ。そりゃ、いいように立ち回っているからね。どんな時でも、身の振り方ってのは大事なもんだよ。あんたたちはどうかしらね。今からでも私の仲間になるなら、それなりのご褒美は用意してあげるわよ。ご褒美って？え？タンポン。よし、殺そう。舐めんなよ、ババア。マーシャよ、お主は一体何を企んでいるんじゃ。この国の支配だけど。おい、すんなり言ったね。何言ってんだよ、ババア。ついにボケたか。やかましいわね、カレー塩揚げ。別にできないことじゃないでしょう。この宗教で集めた財力と信者、そしてあの力を使えばね。あの力とは。で、どうするの、あんたたち。報酬をバナナ一生分にしてくれるなら考えてあげてもいいですよ。あんたは別に、あんたは別にいらないから、どっちにしろ八つ焼きにするわ。オフ。マーシャよ、お主のやることには賛同はできん。お主のやろうとしていることはきっと多くの血が流れ、罪なき民が苦しむだろう。そんな奴は、あの魔王と同じじゃ。まあ、あの魔王、かなりふざけた奴だったけど、仲間として、勇者として、そんなことをさせるわけにはいかん。俺もハロルドと一緒だ。お前にも何か理由があるんだろうが、さすがについていけねえな。そう、残念だわ。ねえ、ハロルド。幸せっていうのは誰かの幸せの上に成り立っているものだとは思わない。まあ、それは俺も思うけど、自分の幸せのために他人の幸せを踏みにじる。それはみんなやっていることよ。ただ、気づいていないだけでね。じゃあ、おしゃべりはここまで。誰？急に誰？なんじゃこいつは。さあ、覚悟しなさい。お前が戦うわけじゃないん。誰？ OG3型。よし。まずは、まずはファイヤーで様子見。いや、マジックか。いや、アタックスで全体の火力を上げる。で、アレックス、お前は捕獲だけで、どうせこいつ、8000しかないのか。でも、8000しかないってことは攻撃力がバカ高いと見た。攻撃を下げておく。ケンタ。ケンタは、最初はやることないから、アイテムで、様子見。
激サマおじ、いや、でんでんネギちゃう、機械だし。やっぱりね、はい、冴えてる。で、アタックス。んで、捕獲抱き。レジスト。はいはいはい。160回復したんだけど、何それ。あ、ボルテック。全体か。いや、でもいっか。ボルテック、アレックスは、盾も砕いとく。ケンタ。ケンタどうしよう。ケンタもう一回でんでんネギ。はい。でんでんネギ504。で、ボルテック700。で、盾を砕いて、ハロルド。お前は何ができるんだい？デトック、ファイアボール。ガードラしとくか。で、アレックス。君は、乱撃を打とう。で、ケンタ、お前何しよう。ケンタ、お前何しよっか。ケンタ、パンチ打っとこう。ゴリパンチ。やっぱ、物理が効かねえな。はい、一体ね。で、ガードラー。で、その後に乱撃をトントントンと。アレックスメタすぎるな、これ。これ、アレックスにアイテム係になってもらうか。一旦、鮭弁当を食っといて、アレックスは、でんでんネギ、ケンタはうんこを投げる。はい。で、回復。でんでんネギで306ダメージ。うんこ投げて防御力と攻撃力を下げると。99、効かんな。微妙なのしかねえな。お前もまたでんでんネギ打っとくか。で、アレックス、でんでんネギするより乱撃打った方がいいか。ケンタは、君どうしよう。ケンタ、レーザー。うっ、あ、バカ野郎こいつ。死にやがった。で、まあ、アレックスはいっか。エリアヒール。じゃ、でんでんネギを2本使って、だいたい1200ダメージを与えて、フルエリアヒールストーン。フルエリアヒールするまでもないか。42はちょっともったいないな。でんでんネギ。はいはい、生き返りました。オッケー。でんでんネギ2連。でんでんネギが強すぎる。で、ハロード。なんかここで電気系のでっかいなんか単体ドーンみたいなの来てくれたらいいのに。どうしよっかな。どうしよう。でんでんネギ使うか。で、アレックス乱撃撃っといて、ケンタは上物、いや、普通のバナナでいっか。をハロルドに食わせる。で、279ダメージ。9ダメージ違うわ。で、よし、オッケー。で、カンカンカン。よし、終わりだよ。でんでんネギ。お前ら全員でんでんネギを持て。初音ミクになるんだ。はっ。ふん。口ほどにもない。口はついてない。ふん。これを倒すなんて、なかなかやるじゃない。じゃあ、次は、この、役。決めるのか、こいつ。この顔で決めるのか。極。え？若返った。マーシャ。確かに若い頃の姿に、魔力的に、最盛期の20代。若返った。肉体の、全盛。つい最近ね、オールフォーワンがアニメで、アニメでこのシーンやったのに、マーシャ、その姿は、驚いた。さっきの薬は、体を若返らせることができるのよ。
何ですかその薬。そんなのありえないですよ。そうね。世界中探しても、こんな代物を作れる人間はいないでしょうね。私を除いて、あ、違う、全然。そう。人間にはね、人間以外に作った。魔王、どういうことですか？どうでもいいでしょ？今はこの力の高ぶりを発散したいの。さあ、行くわよ。お、チラッと見えてる。うわ、クラマラス、この状態のマーシャだったら、すごく好きです。で、さて、何をしようかね。何をしようかね。とりあえず回復か。ハロルドは一旦鮭弁当を勝ち込んどいて、アレックスは矛を砕く。ケンタはここら辺で様子を見る。激サモジさん一旦。レジスト？これワンチャン魔法全部レジストみたいな、そういうのある。アクアジェット。つんよ。ハロルド。ボルテック、ミナバリアだな。で、アレックスは、盾も砕いとく。ケンタ、デンデンネギ。様子を、これで、レジスト。なんか悪い予感がする。悪い予感がするぞ。つんよ。究極魔法ギガシャイニング。食らったことはあるかい？で、カエルの丸焼きをケンタに勝ち込む。ストームを唱えて、やばいな。強いな、全体的に。あい、さすがに、あ、こいつ魔力自動回復系の人か。アタックス。アレックス、お前は、お前は、乱撃。で、バナナを自分に食うと。これで、いいかな、アレックス以外は HP 満タンと。よし、アレックス、お前、乱撃をトントントン。あいつよーい。乱撃が最強か、これ。で、フルエリアヒール来たー。で、また乱撃。で、ケンタ。敵ランダムで、ランダムなやつはポンポンポンっていくからな。ケンタ、お前、乱撃を打つんだ。陳列券でトーン。はい、トーン。はい、トーン。強い。1500与えられるの、ずんよ、これ。いや、アレックス、お前強すぎやろ。1500の後にそれ強すぎ。いや、お前、マーシャン、お前、そんだけか？アイスクラッシュ、サンダー。じゃあ、鮭の弁当を勝ち込んで、乱撃。ケンタ。あ、注目ついてる。じゃあ、どこまで使ったっけ？でんでんネギまで使ったんだ。ヒレ。ケンタ、お前、これで。なんか、本当に悪い予感的中してんな。魔法全部、半減とか、そういうやつだろ、これ。絶対。ブリザ、ま、2回攻撃マジ、ちょっと待って、絶望的すぎる。アレックスに関してはさ、しょうがないけど、絶望的すぎる。しかし、これが役に立つんだよな。カエルの丸焼き弁当。これで、全員が復活と。ビッグウェーブで、はい、アレックスが死亡。で、ケンタも、お亡くなり。で、アレックスは一旦どうでもいいとして、鮭弁当を買って、ちょっと待って。
ケンタお前。あーはいはい、撃てんね。TP か。じゃあ、ハロルドが鮭弁当を勝ち込んで、ケンタは、ケンタどうしよっか。ケンタ。ケンタ。ケンタお前、うんこ投げろ。よし、俺はまだ死んでねえぞ。ナイス、最速で復活。お前、気合入ってんな。いいね。で、うんこ投げて、ファイアウォール、うん、うん、これ、中ダメージの技じゃねえよ。リボーンか。まあ、今、カテキをヒットマンする必要ない。アレックス、乱撃。ケンタは、攻撃力を上げよう。鮭弁当が強すぎるな。攻撃力上げて、ビッグウェーブ。乗るしかねえ。で、トントントン。いける。いけるぞ。あれ、おい、究極魔法ギガシャイニング、ここで来た。いや、乱撃じゃない。これは、ギガシャイニングで俺は締める。鮭弁当を勝ち込んで、よし、これで攻撃力上げて、よいしょー最高の勝利。ち、やるじゃない。こうなった、マジかこいつ。3回目の変身を。あ、なんだ、急になんか、ハロウィンの仮装みたいになった。あ、何これ、体が、マーシャ。くそ、あいつ、不要品を渡しやがったな。どうしたんでしょうか、わからん。とにかく追いかけるぞ。マーシャが最後、ニュペペ星人おい、なあ、もう、うんこみたいな伏線回収すんじゃねえよ。あんた、これは一体どういうことだい、こいつ、喋れるようになってる。さあ、最初に言ったです。まだ未完成だって。でも、あなた、無理やり持っていった。僕、悪くない。知らないわよ、そんなこと。未完成でも完璧にしなさいよ。そんなの、無理ね。お前、被害者か。てか、牢屋だし。あなた、何口答えしてんだよ。あんた、仲間がどうなってもいいの？ちゃんと仕事をしないなら、あんたの仲間、油でさっと揚げちゃうわよ。そんな、弟には手を出さないで。なら、もっと強力な薬をよこしなさい。わかった。マーシャ！何があったかは知らんが、もう諦めるんじゃ。そんな体じゃもう戦えまい。ふん、この程度で諦めるほど、私は腰抜けじゃないのよ。今度こそ、あんたたちをしばいてやるわ。ごく。なんか、きっしょ、お前。きっしょ、お前。お前さ、セフィロス現象を着てんじゃん。もう、それが良かったのに。お前、セイファセフィロスになったらダメだよ。素晴らしい。力が溢れてくる。今ならどんなこともできそうだ。ふん、人でなしが本当に人じゃなくなっちまったよ。笑えない冗談ですね。ハロルド、最後にもう一度聞くわ。私の仲間になりなさい。悪いようにはしないわ。断る。相変わらず頑固ね、あんたは。じゃあ、老いぼれども、終わりにしましょう。来るぞ！二人とも覚悟はいいか？メニュー一旦開いとく？あー、HP、MP は大丈夫と、セーブはできない。行くか。最終決戦だ。あー、ゴッドマーシャ。お前、見る影もねえな。ハロルド、お前は何をできる？はー。じゃあ、ハロルドは、一旦、激サモジさんで様子を見る。体勢が変わってるかもしれないからね。歩行砕き、ケンタ、うんこ。ケンタお前うんこだ。激サモジさんでレジスト。2500あんのか。3段、すん、あう、あう、強い。2回攻撃。マジか。マジか、2回攻撃か。
じゃあ、カエルの丸焼きをケンタに使う。アレックス、お前は、盾を砕く。HP 全回復で復活。様子を見てる。かなり運がいいな、今のは。よし、じゃあ、ハロイド。ライオン、多分、俺の予想だと、魔法系は全部レジストだから、ハロルド、お前、鮭弁当勝ち込め。で、アレックス、乱撃。で、ケンタ。ケンタ、陳列拳。よし。ランダムアタックの、ランダムアタックの恐ろしさを味わえ。バカが。おつんよ、あ、ハロルド、死んじゃった。トントントン。で、アレックス。お前は、アレックスは、カエルの丸焼きをハロルドに食わせて、ケンタは、ケンタどうする？いや、ケンタ鮭弁当だな。で、復活と。やばいな。ちゃんと強いな。あれ？ディスバリア。いや、魔法。いや、物理で攻めていく。ハロルドは、回復係になろう、一旦。で、濡れせんべいをケンタが食う、アレックス。乱撃。いや、待てよ。下がってない。もうあれ、終わったか。だって、一旦濡れせんべいもう一回食わせといて、矛を砕く。ケンタ。陳列拳。嫌な気配がする、嫌な気配がする。トントントン。こいつ HP 高っ。攻撃力を下げて、嫌な気配がする。なんか即死技打ってきそうじゃない。フレリアヒールはいいの、いいから、どうしよっか。フェザースラッシュ、アレックス。いや、乱撃でいいな。ケンタ。うんこだ。会心の時期816、うんこを投げる。魔導を、えっ、おいや、無理やん、こんなん。ハロルドたちは戦いに敗れた。リトライしますか、リトライ。なるほど、オッケー。わかった。わかった。そういうことね。嫌な気配がしたら、全員防御。どうしよう。This magic! アレックス。矛砕き。で、ケンタは、ケンタお前、手投げ爆弾、最後の1個、614ダメージ、いいダメージだ。おいてぇ、混乱しちゃった、やべ。で、矛を砕いておく。で、焼き鮭。ん？特製液、あ、これ単体か。じゃあ鮭弁当、アレックス。アレックス、お前、乱撃。で、ケンタがこれ勝手に動いちゃうんだよな。あー、バカ野郎。アクアジェット。で、乱撃、トン、トン、トン、オッケー。で、ハロルド、お前。ディスアタック。アレックス、乱撃。よし、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 ギリギリ。あー、死んじゃった。ギリじゃない。全然アウト。で、トン、トン、トン、オッケー。ハロルドは、ハロルドにアレックスは、カエルの丸焼きをハロルドに食わせる。で、ファイアボール。いって、アレックスは別に大丈夫。
アレックスは死んでも勝手に生き返るから大丈夫。フルエリアヒール、いやフルエリアヒールもったいないか。いやどうしよう。いやランダムスラッシュでケンタにバナナを使わせる。魔力を高めてる。マジか。嫌な気配がする。よし、俺の予想が正しければ防御、防御、よし、これでどうなる。魔導法で、よし、ケンタナイス。でどうしよう。どうしよう。生き返るやつないっすよね。生き返るやつないっすよね。ないっすよね。確認マンっすよね。アレックス生き返ろ。お前アレックス生き返ろ。魔力を回復。おーん、じゃあ一旦ケンタはうんこを投げておく。ストーム唱え。一旦戻るか。よし、戻ってきた。結構長かった。これで勝ちたい。行こう、ゴッドマーシャ。さて、まずスキルを見る。ディスガード、ディスマジック。敵のスパイスを下げ。ディスガードだな。じゃあ、ガードでアレックスは矛を砕く。で、ケンタがな、特に本当にやることがないんだよな、最初。ケンタ、まあ、普通に、打ち合いでもしときな。あ、風邪効くの、こいつ。マジか。あ、やべ、アレックス、あぶねえ。化石くんだ。はい、いいこと知った。ストーム敵単体、ゴッドマーシャで、アレックスはどうしよっか。気候間に合うか。いや間に合わない前提として、鮭弁当をかくらうで、ケンタはうんこを投げる。鮭弁当食べて、うんこ投げて、ストーンバレッツ、おう、アップネス、ストーム433、そこまで食らってない。どうしよう。となると、ディスバリアをしておきたい。バリアで魔法防御力を下げて、アレックスお前どうしようか。アレックス、お前また鮭弁当食らっとく。で、ケンタは、600回復だからアレックス足りないんだよな。だからバナナをアレックスに食わせる。さらに。で、バナナを食って全回復の。ファイアボール。まだアレックスだからいい。どうしよう。いや、まずスキルか。フルヒール、タイタン、エア。ちょっとストーン見とく？ストーン見て、ケンタは、鮭弁当をかっくらう。で、はい。まあ、ストーン、あ、沈黙キッズ、マジか。うわ、ギガシャイニング打てねえ。うわ、こいつ、やりおる。じゃあ、漢方薬セット、ケンタが、角煮まんを、いや、濡れせんべいでいいか。濡れせんべいをハロルドに食べさせる。はい、嫌な気配。はい、嫌な気配。
とやれることはないよね。アイテム、アイテムで特にも、アイテムも特に。防御。魔導法で、うん、うん、よし、オッケー。鮭弁当、どうしよっか。どうしよっか。どうしよっかね。うちわを使っておこう。500ダメージはシンプルにでかい。魔力回復。てか、あれ使った後は絶対魔力を回復。これ覚えておこう。多分魔力を回復。ハロルド。リボーン。リボーンしとくか。使えるうちに使っとこう。で、陳列券。あ、いっし。いっと、いっ。危ねえ、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 丸焼き弁当。危なやるやないの。サンダーで、まあ、ケンタが死んだのはしょうがない。で、イクラを、いや、鮭弁当で、アレックスがカエルの丸焼き、ケンタ。嫌な気配がするね。やばいな、これアレックス生き残れるか。で、ひとまず防御、防御、防御。どうなる。あっ、あぶねえ、あぶねえ。マリアキ弁当、まずい。防戦一方はまずい。回復。なんかいいのねえな。いや、ランダムスラッシュで、アレックス報告だきで、ケンタ、お前は自分に上物バナナ。様子見、ナイス。いや、強っ。いいダメージで、捕獲抱きで、サイクロン、敵全体か。あ、でも確率で沈黙。あ、でもこっちも確率で沈黙。中だもんな。中で同じだったらストームの方がいいか。じゃあストーム、アレックスは、アレックス、アレックスも、アレックス乱撃で、ケンタが角2万をハロルド。よし、これで、これで、あ、死んじゃった、死んじゃった。くっそ、体力全然減らねえな。アレックス、いや待て、アレックスはカエルの丸焼きをハロルド、ケンタが上物バナナでアレックス。来る来る。いや、どうなる、耐えれるか。次、なんかかなりムラ気があるんだよな、相手の。ハロルド1回目耐えれたけど2回目耐えれなかった。どうなる、どうなる。うっうっ、よし、オッケー、ナイスナイス。ここ耐えたのでかい、耐えたのでかい。丸焼き弁当を温存できたのでかい。で、しかも相手は次何もできない。鮭弁当、いや違う、何もできないんだったらハロルドが、あ、流れるようにか。待って、ディスアタック、攻撃力、いや魔法なんだよな。いや、ハイエリアヒールで、アレックス気合、ケンタ、ケンタ、お前メテオ行っとくか。メテオ行こう。で、どんだけ、659、うわー、それだったら、あー、659、
まあ、強いは強いか。詐欺ではない。セト来た。セト。アレックス。乱撃を打ちなさい。ケンタ。ケンタ、あなたはうんこを投げなさい。うんこを投げて防御力を下げる。3だ。やばい。死ぬな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 。よし。千、千、千、強い。めっちゃ強い。どんぐらいいく？どんぐらいいく？2000、強い。ハイヒール、フルヒール、イフリート。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、鮭、弁当。で、アレックス、お前は、どうしようか。いや、500回復するでしょ。じゃあ、いや、丸焼き、魚の丸焼き食っとくって。ケンタ、ケンタ、お前どうする。あった、攻撃力を下げる。あ、バカ野郎、お前何やってんだ。いや、こいつは次のターンに生き返る可能性が全然あるから、どうしよう。イフリート言っとく。炎やってないよね。炎もワンチャン効く可能性大で、バナナを自分で食っとく。はい、魔力を高める。きたー。よし、イフリートがどんなもんじゃ。レジスト、いやでもレジストでも900くらいんだ。強っ。防御、よし、これでどうだ、よし、耐えろ、ナイス。で、鮭弁当、ケンタどうしよっか。いや違う、鮭弁当じゃない。いや、どうせあれだから、ゴフウチャ使っとって。ケンタ、お前は陳列券。よし、魔力回復よね。よし、魔力を回復させる。で、陳列券をポポポポン。よし、1万切ったぞ。で、鮭弁当で、魔法防御力を上げよう。魔法に防御上がったらかなりいいんじゃなかろうか。てか早めに使っとくべきだったな。魔法防御上げてもこんなに食らうんかい。いや、これは丸焼き弁当案件。しょうがない、アレックスに関しては待ちたかったけどしょうがない。アイスランス、ギガシャイニング、究極魔法。どうしようか。いや、ホコを砕く。で、ケンタ、上物バナナをアレックスに食べさせてあげなさい。魔力を高めてる。きた。で、アレックス、ギガシャイニングで、アレックスのホコ砕きで、攻撃力下げて、防御。どうなる。耐えろ。よし。で、何回か受けた感じ、ケンタは、HP がマックスだったら絶対に耐えれる。で、よし。エアー。はい、いや、だったらハイエリアヒール。で、アレックス。乱撃。ケンタ。陳列拳。で、これで全回復。はい。3000はいくかな。3000まで HP は減るはず。2000も来た。ハロルド、ビッグウェーブ、ストーン。だったらお前はゴフウチャ。アレックス、
いや、待て、ハロルド。お前。ハロルド。じゃあ。じゃあ。まあ、ブドウぐらいしかないけど、アレックスに食わせておいて。気合。で、ケンタ。不思議なドラミング。で、これで防御力上げて、あー、死んじゃったね。死んじゃったね。じゃあ、いや、角2万でケンタを回復させて、ケンタお前、悲しみのドラミング。で、攻撃力を下げる。ストームを唱える。314になる。HP がすっごくハロルド低いよね、今更だけど。エリアヒールか。じゃあどうしようだな。どうしよう。上物バナナを食べさせて田中さんが来たってことはアレックスが立ち上がる。ナイスナイス田中。はい、ウェイク。もうちょっとだぞ。気引き締めてけ。究極魔法ギガシャイニング乱撃。いや、一気に決める。陳列拳。バカ野郎お前。だが決める。あ、マジか。あ、え、は、え、こいつ溜めてなかったよね。は、え、溜めてなかったよね。え、溜めてたっけ。溜めてたっけ。ちょっと待って。っていうかさ、そうじゃん。アレックス、お前死ななかったらさ、マーシャより早いんだから勝ってたじゃん。バカ野郎。やっぱやってなかったよな。こいつ初手で超魔導砲打ってきやがった。飛行使って。確か。回復。マジかこいつ。セトとギガシャイニングってどっちがいいんだ。いや、セトだな。セトでダメージが低くても確率で沈黙があるから、総合的にこっちの方がいい気がする。で、アレックス、お前はお前どうしようか。鮭弁当をケンタに食べさせる。で、ケンタは自分にバナナをさらに食べさせる。これで、あっ、あぶね、アレックスだけど。で、バナナを使って、せぞ !2000。沈黙って、ボスならないのかな、まあ、ならなさそうだな。じゃあ、ハロルド、お前は、鮭弁当。で、アレックス。矛を砕く。ケンタ。悲しみのドラミング。これで、HP を全回復させて、攻撃力下げて、様子見る、ナイス。勝ちたい。逃がすらし、ディスマ、ギ、魔法、ディスマジック。で、盾砕く。ケンタ。陳列拳。嫌な気配がするな。陳列拳。
で、ディスマジック。で、アレックスワンチャン知るな、この体力。防御、防御、防御。どうなる？頼む。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 ポン。ポン。よし。よし。アレックス。アレックス、お前生きたんでかいぞ。で、いや、使う。いくら。で、気合。ケンタ。いや、違う違う違う。次、相手は攻撃してこない。いくらじゃない。アタック。スピード狙う。ファイアボール、バリア。ライ、いや、ライオンを呼び出す。レジストだったとしても、それなりに食らうはず。特大だから。で、乱撃。ケンタ。陳列剣。よし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 。サイデル。いいよ。いいよ、俺。で、ライオウがどんぐらいダメージ食らう？え、雷こいつ食らうの？じゃあ、雷でいいじゃん。で、待って待って。じゃあ、いくら、アレックスは、アレックス気合、ケンタ。ケンタは、不思議なドラミング。よし。で、これで魔法防御上げて、様子見、様子見、様子見ナイス、様子見ナイス。で、ハロルド。ディスピード。ディスピードってどうなんだ？いや、ディスピード一旦かけとく。ディスピード。乱撃。攻撃力はさらに上げる。アクアジェット。もうアクアジェットって洗剤みたいな名前しやがって。乱撃ドング。おおおおつんにょつんにょ。待って、スキル。究極魔法ギガシャイニング。アレックス。乱撃だ。シャケ弁当。これでいい。嫌な気配。まずい。まずい。アレックス、お前耐えられるか？耐えられるか、アレックス。いいダメージ。よし。防御、防御、防御。頼む。アレックス、お前耐えろ。ハロード、耐え、あっ、やばい。アレックス、耐えた。よし。ナイス。イーグだ。で、アレックス。乱撃。ケンタ。いや、ケンタは、今のうちに、カエルの丸焼きでハロルドを生き返らせる。よし。回復させて、回復させて、でしょ。で、そこに乱撃をトング。いいダメージだ。リボン、リボンしたばっかり、リボンしたばっかり。それどうしよう。アレックスが1なんだよな。いや、どうしよう。いくら使うか。いや、いくら使っちゃおう。で、アレックス。いや、違うな。いくらじゃねえな。いくらじゃなくて、焼き鮭を、アレックス使って、アレックスは、鮭弁当を使う。で、ケンタが、ケンタ、うんこ投げとけ、お前。ラスボスにうんこだ、お前。ケツからうんこ、ポン。で、焼き鮭で、アレックスが全開行くと。で、うんこ。で、サンダー。はい。はい。様子見。オッケー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 。ストームか。じゃあ、鮭弁当。で、気合。ケンタ。ケンタ、お前。ケンタ、ケンタ、どうする、お前。ケンタ。不思議なドラミング。ケンタは不思議なドラミング。で、防御力を上げて、アクアジェット。やばい、アレックス死ぬな。アレックス死ぬな。よし、ナイス。えらい。すごくえらい。アイスランス、セット来た。ゴッドマーシュ。乱撃。どうする。
焼き鮭。魔力を高めてる。いや、これアレックス死んだな。アレックスは死んだ。で、セトレトン。いや、いや、待って待って待って、アレックス、やれやれやれ、さ、ナイス。こんな嬉しい勝利画面を初めて見たぞ。ナイスだ。戻った。なんで、体が。あ、ババアに戻ったぞ。あんた、どういうことよ。わかんないっぺ。この役立たずが。ピー。あ、帰る。は？この先は特別翻訳でお送りいたします。あ、ニュペペ星人の、あの、ようわからん文字が。息子よ、無事だったか。パピー。この星で行方がわからなくなった時って探しに来たぞ。行方見ってなんだ。しかし随分危険な星に落ちてしまったようだな。ここに来る途中にビームに当たりそうになったさ。その説は大変申し訳ございませんでした。うちのゴリラが。パピー、弟がまだ捕まってるんだ。ははは、安心しなさい。すでに助け出しているよ。本当？ああ、本当だとも。ほら、見てみなさい。お前弟だったのか。え、誰？違うんかい。もしかして噛み切った。しまんねえな。マーシャ、もう終わりじゃ。そうみたいね。行くぞババ、お前は今回やりすぎた。この教団を解散させてこれまでの罪を償い。分かったわよ。まったく、あんたたちにはかなわないわね。え？え、マーシャ？うん。お前。お前。ルードじゃない。幹部だ。いやー、お見事、お見事。さすが勇者様ですね。貴様は甘汁。はは、覚えててくれましたか。嬉しいですね。てめえ、何してくれたんだ。が、何やってんのお前。何やってんのお前。おい、ケンタ何やってんのお前。アレックス、しかもお前、ちゃんと名前呼んだ。ケンタ、動かないでください。抵抗すれば、殺しますよ。ケンタ。ケンタ君もスパイ、お疲れ様でした。彼にはね、あなたたちの行動を随時報告してもらったんですよ。それにしても、ハロルドさんには感謝しかありません。あなた方が幹部を倒し、この部屋にたどり着いたおかげで、私たちは楽にここまで来ることができました。まあ、私が情報を流し、そうするように誘導したんですけどね。お主は一体何者じゃ？おや、まだ息がありましたか？意外としぶといですね。まったく、あなたが悪いんですよ、マーシャさん。あなたが国を乗っ取ろうなどと考えてしまったから。あんた、まさか、王国の。おや、ご存知でしたか。そう、私は王国のあらゆる極秘任務をこなす特殊部隊。セミのリーダーです。やっぱり王国の犬だったかい。少し前から王国上層部に流れていた賄賂、あれを調べてみたらこの教団の仕業だと分かりましてね。即座に潰しに来てもよかったんですが、この教団には利用価値があると判断し泳がせていたんですよ。そしたら予想通り、この教団は莫大な金を生む組織となった。道理で国からの目が緩すぎたわけね。後で自分たちが奪うために。その通り。さすが教祖様は頭がいいですね。その頭でもう少し賢く行動すればこんなことにはならなかったんですけどね。まあ、王国に逆らおうとした愚か者にはふさわしい末路です。ではこの教団は本日から我々が管理します。今までご苦労様でした。王国はやっぱりクソね。自分たちの利益しか考えてない。お前もだ。あはは、黙れゴミが。こいつ一発撃ったのにさらに
しかもお前、ババアだぞ。マーシャ、自分のことしか考えていないのはあなた方の方でしょ。まったく、あなたみたいにはか、あなたみたいなカスは見てるだけで吐き気がしますよ。王国に逆らう人間はどんなものであろうと許されないんです。たとえ国を救った英雄だとしてもね。あなたも裏切り者ですよ、勇者ハロルドさん。私はね、どうしても許せないんですよ。王国を裏切ったあなたがノーノーと生きていることがね。さて、あなた方は不幸な事故に遭い死亡したと陛下には伝えておきます。ここで永遠にお休みください。アレックス、アレックス、お前それでいいのか。ケンタ君、私の部下を預けます。あとは任せましたよ。このゴミどもを片付けておいてください。待て。すみません、ハロルドさん。私の妹が奴らに囚われているんです。あの可愛い妹が、言うことを聞かないと妹に何をされるか。そこをどいてくれ。早くマーシャを治療しなければ。無理です。私にとって妹は何より大切な存在なんです。あの子が笑って生きていく、生きてくれることこそ、私にとって、私の、ちょっと待って、もう動揺してやばい。私のとって、じゃあ、違う。これ、俺が正しい。私にとって。これ、普通に誤字してんじゃん。私にとって幸せなんです。ハロルドさん、言いましたよね。自分の幸せのためなら好きなようにしろと。だから、ハロルドさん、私の幸せのために死んでください。お主は自分の幸せのために、わしの幸せを踏み潰すんじゃな。ええ。そうか。うん、人形と言われた頃のハロルドが、ならばわしも幸せのためにお前らを潰しても問題ないな。え、おい、なんかやばくないか。何をビビっているんですか。相手は老いぼれ一人ですよ。あなたたちは王国の精鋭でしょうが、一斉にかかれば問題ありません。行きますよ。強い。嘘だ。残りはお主だけじゃの。ひい。逃げたか、マーシャ。悪いことするとやっぱり罰が当たるのね。喋るな。今手当てを。ハロルド、私ね、あんたと一緒に旅をして思ったの。あんたは人々のために努力して傷ついて苦しんでた。だから魔王を倒した後、その苦労が報われるようにあんたには幸せになってほしかった。マーシャ、もう喋るな。でも現実は違った。あんなに苦しんだあんたを、世間は、この国は、さらに苦しめた。あんたの幸せなんて、誰も考えてなかった。そんなの、あんまり、じゃない。誰よりも、苦しんだあんたが、幸せになれないなんて、あまりにも、ひどいじゃないか。だから、私はこの国を変えたかったの。そうだったのか。今からでも遅くない。あんたが幸せに生きれるように私が。マーシャよ。わしは勇者として生まれ、敷かれたレールを進む人生じゃった。感情を殺し、ただ言われたことを聞くだけの人形じゃった。じゃが、そんなわしを変えたことがあった。それがお主たちとの旅じゃ。ただ命令を聞くだけの人形に、お主たちは感情をくれた。意志をくれた。自分の人生を生きることを教えてくれた。お主たちとの旅は、本当に楽しかった。だから、いいのじゃ、マーシャ。わしは、お主たちに出会えて、
十分幸せじゃったぞ。そう。なら、よかった。わ。嘘だろ、マーシャ。マーシャ。嘘だろ？マーシャー！呼んだ。呼んだって言ってくれって言おうとしたよ。俺も。確かに。確かにね、言おうとしたよ。でもさ、違うじゃん。感動的なシーンだったじゃん。俺さ、マーシャに泣かされたんだぞ。ちょっと今涙流してんだよ、若干。なんじゃこいつ。しかも、アレックスより高度なことしてんじゃねえよ、お前。お箱取ってんじゃねえ。お、ん？え？ん？うわ、ずいぶんやられちゃってるわね。はっ！マーシャ、大丈夫。ん？なんでマーシャが二人いるんだ？え、だってこれ、偽物、偽物？こいつは私の記憶や思考回路を完全にコピーした偽物なの。あのタコはクローンとか言ってたわね。仕事がめんどくさくて、こいつに全部任せてたのよね。え？っていうか、私が樽型睡眠機で寝てる間に何が起きたのよ、これ。実はの。は？何それ？ということは私が国を乗っ取って国民を奴隷のように働かせて、がっぽり金を稼ぐ計画がおじゃんってこと。ん？わしのために王国を変えたのか。え？なんで？私がそんなこと。もう何も信用できん。え、じゃあもう一人のマーシャが、この完璧は、この偽物は完璧じゃなかったってことね。私がそんな金にならさ、ならなさそうなことやるわけないじゃない。所詮は偽物ってことね。そう考えたらいなくなって正解だったわ。いずれ私と意見が食い違って争いになったかもしれないからね。それより、アマジルとかいう男、そいつはどこにいるのよ。私の大事な大事な幸せ郷を奪おうとしたのよ。撲殺なんて生ぬるい。尻からしか食事できない体にしてやる。手伝いなさい、二人とも。ほんと、ぶれねえな、お前。まあ、これでよかった。よかったのかな。ケンタ君、どういうつもりですか？いや、あれは無理です。私がどうにかできる相手じゃないですよ。あなた、最初に言いましたよね。どんなことでもするって。妹さんがどうなってもいいんですかね。いや、それは、何ですか？あの老人どもに情でも湧いたんですか？いや、そういうことじゃなくて、あんな化け物相手にできないって話で。はぁ、残念ですよ。あなたに期待していたんですけどね。役立たずにはここで死んでもらいましょう。安心してください。妹さんもすぐにそちらに送ってあげますよ。この野郎。あんた、よくもやってくれたわね。なんで生きてるんですか、このババ。バカな致命傷を与えたはずなのに。まずは、金玉を。いや、3個ない。3個、ない。おいおい、玉は2つしかねえぞ。少なくとも全部持っていかれる計算じゃな。くそ、老いぼれどもが、おとなしく死んでいればいいものを。ケンタ、最後のチャンスです。この老人どもを殺しなさい。出なければ妹。その必要はありませんよ。ケンタ。まさか、メガネ来た。お兄ちゃん、ちゃんと可愛い。ルーナ、お待たせしました。ハロルド、用事が終わったので手伝いに来ましたよ。ここでも誰じゃ貴様。ガチャ。おう、ルキウスではないか。バカな、その女は王国の地下牢に閉じ込めていたはず。僕は甘く見ないでください。あなたの計画は全て分かっていました。ただ、彼女を無事に救い出すためには、この計画に乗る必要があった。あなたの目があっては、さすがの私でも救い出すことはできませんからね。お主の用事というのは、その子を助け出すことじゃったのか。そうです。黙っていてすみません。
情報が漏れるとはまずかったため誰にも話さないようにしていたんです。さあケンタ、これであなたを縛るものはありませんよ。おで、こいつ殺す脳筋野郎になっちゃった。覚悟しろよこのセミ野郎。あー、なんか落ちた。ちょ待って、なんか普通にリアルでなんか物が机から落ちた。仕方ありません。一人で全員始末することにしましょう。やれるんか、究極奥義セミファイナル。やれ、ケンタ。何も見えない。何がしたいんだよ。まあいいか、隙だらけだし。くたばれ。お、強い。あふん行くな、戻ってこい、ケンタおい、ゴリラ、簡単にやられてんじゃねえよ。ったく、焼けたねえやつ、バカ野郎、お前、行くな、バカ野郎おい、喧嘩すんな、そこで相手にもなりませんね。さあ、全員でかかってきてもいいんですよ。なるほど、そういうことですか。皆さん、彼の挑発に乗ってはいけません。部活に手を出せば、強力なカウンターを食らいますよ。気づきましたか。さすがは賢者ですね。そう、セミファイナルとは、どんな攻撃も跳ね返す無敵の技。つまり私と戦って勝てる確率は 0%。カウンター、ね。ハロルド、ちょっと耳を貸して。ん？ほほう。うわぁ。ってことだから、頼んだわよ。おーい、お前どこ行くねん？おやおや、マーシャさんは逃亡ですか？まったく、クズのお手本ですね。黙っとれ。次はわしが相手をしてやろう。これだから、おい、俺は、さっき言ったことも忘れたんですか？あなたは私には勝てないんですよ！やかましいぞ、クソガキ！勝てる、勝てないはわしが決めることじゃ！かっこいい！ふっ。なるほど。老いぼれても勇者というわけですか。波のものではおじけづいてしまうでしょうね。だがそんなものは私には効きません。私は真の王国の民として、裏切り者には負けられないんですよ。裏切り者？おや、知らないんですか。この男は国に誓った勇者の掟を破った大罪人ですよ。どういうことです？不思議に思わないんですか。なぜ勇者がこんな老人なのか、なぜ新たな勇者がいないのかを。そうだよね、言った、それ。俺も。それはその男が先代の陛下を裏切り、勇者の血を残さなかったからです。ハロルドお前童貞だったのかだから童貞だったんですね。かっわら何笑とんねん。ハロルドさん、私はあなたに憧れていたんです。王国のためにあらゆる任務をこなす最強で最高の存在なのに、なぜ勇者の血を残さなかった？なぜ王国を裏切ったんですか？明かされるか、ここで。わしはな、嫌じゃったんじゃ。自分のような人間を作ることか。わしが子を作れば、国は是が非でもその子を勇者にするよう動く。その子の人生や幸せなど関係なく、勇者の子として生まれてきたから、王国の奴隷として茨の道を歩かせる。わしは自分の子にそんな不幸なことをさせたくなかった。ハロルドもこの旅を通じて分かったってわけだよな。この幸せを感じるっていう人の心が。こんな思いをするのはわしだけで十分なんじゃ。だからわしが最後の勇者になると決めたのじゃ。不幸だと？王国のためにお役に立つことは至上の喜び、最高の幸せだろうが。昔はわしもそう思っていた。いや、思わされていた。じゃがな、わしは気づいたのじゃ。自分の考えや感情で生きていくのが本当の幸せだということをの。あと、セミうるさいわ。くだらない。本当にくだらない。そんな身勝手な理由で王国を裏切ったなんてヘドが出ますよ。そのくだらないわがままでどれだけ王国に不利益を与えたか、あなたは分かっているんですか？知らんし、知ったことではない。このクズが、貴様など勇者ではない、ただの害虫だ。さあ来い、
王国を蝕む害虫は私が駆除してやりますよ。さてラストバトルか、泡汁やろうじゃないか。さあかかってきなさい。タイマンか、受けてたと。ファイアウォール、いやお前氷の精霊からのビンタを食らったことあるか。痛いぞ痛いぞ、冷たい時に打撃を食らったらシンプルな痛さがあるぞ。ユミル行け、カウンター、マジ、さあかかってきなさい。よしやろう。スキル、究極魔法ギガシャイニング、これもダメ。ならガードラよ、ガードラ。防御どうした、ビビってるのか。こいつ何もできねえのか。マジクラどうした、早く攻撃してみろ。フルヒール、ハロルド時間稼ぎご苦労様、やったれ。おあそこのやつ動けたんだ。逃げたわけじゃなかったんですね。逃げる、何言ってんのよ。私はやられたらやり返すまで絶対に許さないわよ。そうですか、それは怖いですね。でどうするんですか、鉄のゴーレムで私を囲って一斉に攻撃でも仕掛けるんですか。何を勘違いしているんだ虫野郎。ひょっバサカソウル、私は何もしないわよ。え？あんたの奥義はどんな攻撃も跳ね返すカウンターなんでしょ？なら何もせずに閉じ込めておけばいいと思わない？ファッ！それにあんたの究極奥義ってやつ、自分からは攻撃できないんでしょ？だからしきりにかかってこいって言ったのよね。自分からは攻撃できないもんね。なら奥義を解いて力ずくでこじ開ければ。無駄よ。それは、機動力を犠牲にして強度を強くしたやつだから簡単には壊せないわ。まあ、硬すぎてまともに動かなくなった失敗作でもあるんだけどね。ねえ、あんた、世界一苦しい死に方を知ってるかい？ガシって言うんだけど。ひぃ！悪魔だ。悪魔すぎる。麻雀打ってんじゃねえよという事件からもう1ヶ月も経ったのか。早いもんだな。あ、それポン、悲しい事件だったわね。いや、お前が元凶だからな、バーバー。そういえば今日はケンタが来ていないようじゃが、彼なら妹さんと旅に出ましょん。旅？ええ、呪いの直し方が分かったそうなので、その材料を呪い？呪いってあれ聞いてません。だからゴリラになってたのか。彼らは呪いでゴリラにされていた人間なんですよ。そもそも僕と知り合ったのも呪いを治す方法を見つけるためですからね。へえ、興味なさそう。あ、そういえばハロルドに聞きたいことがあったんですが。ん？あの後雨汁はどうしたんですか？それ、チーです。7日目ぐらいで降参したところをどこかに連れて行ったみたいでしたが、あ、一応水をあげてたんだ。やつは王のところに連れて行って今回のことを説明させたわい。まあ話を聞く感じ、やつの独断だったみたいじゃがな。へえ、じゃああいつは豚箱かしらね。いや違うぞ。なんでよ、あいつは私たちを殺そうとしたのよ。なんならお前偽物殺されてるしな。まあ彼は王国にとって不利益なことはしていませんからね。じゃあむしろ豚箱に行くのはこのババアじゃねえか。臭い飯の感想を聞かせてくれよな。何よ、あの後ちゃんと幸せ気を解散させて奪ったものを返したじゃない。奪ったものを返してはい終わりとはいかないんですよ。
なんだかんだ町一つ消滅させてますからね。確かにそうだったな。そりゃ消滅する町暴論が過ぎる。なんつうヘリクスだよ。っていうか、なんでこのババア捕まってないんだ。確かに普通こんだけのことしたら死刑もんだろ。それはわしが王と交渉したからじゃ。まあかなり渋っておったが、いろいろ条件つけて何とか説得できたわい。今回の件で甘汁にお咎めがないのも条件の一つだったから。一つじゃ。じゃあマーシャの首がつながってんのもハロルドのおかげか。ちゃんと感謝しろよバーバー。そうね、ありがとうハロルド。そしてロンよそしてそれロンよ。国士無双30面待ち。俺わかんねえんだよな、マージャン。ダブリ悪魔の私が親だから9万6000点ね。多分すごいんだろうな。さあハロルド、私に点数を払い犬のようにひれ伏しなさい。そして点数が足りない分、身ぐるみ全部置いてってもらおうかしら。てめえ恩人になんて仕打ちしてんだよ。やかましい。それはそれ、これはこれよこいつら仲いいな相変わらずじゃの。うーん、実に醜い争いですね。お、金的ばっかでねもう使い物にならないんだからいいでしょ。んなことねえし。あ、ちょっと待って、降参、もう降参するから食らえ昇天剣 KO 二度と私に歯向かうなよ雑魚がこれ なんかのパロディか、ストリートファイターとか。すみませんでした。やったことないんだよな。わしの家に穴が開いてしまったわい。あら、ごめんなさい。褒美に足りない点数分をこれでチャラにしておくわ。やったぜ。麻雀にも疲れてきたし、ちょいと散歩してくるわい。おっそい、おっそいなお、ねえ、本当にいいの？ハロル、病気？入院して治療すれば治るんでしょ。入院はしない。これは彼が望んだことです。まったく頑固だよなあいつも。病気？何それ。よっこいしょ。ここに来るのも一苦労じゃな。じゃが、おここはいつ来てもいい景色じゃ。思えば昔は景色を楽しむなんて考えたこともなかったの。それもハロルド、ハロルド、ハロルド、あやつらのおかげじゃな。少し眠くなってきたの。ハロルド、お前行くのか。少しだけ休むとするか。ハロルド、お疲れ様。本当に楽しい日々じゃったな。ハロルド、おい、ハロルド、いつまで散歩に行ってんだよ。こんなところに寝ると風邪ひくわよ。ここに来るために俺がどれだけ体力を使ったか。おい、聞いてんのか、ハロルド。ハロルド、息がありません。まったく、こんなところで死んじゃうなんてバカね。ほんとハロルド、なんて幸せそうな顔して死んでんだい、バカ野郎。あ、おい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 、クソじじい、おいクソじじい、おい勝手に死んでんじゃねえ。おい、ええ、おいクソじじい、生きてる？何してるんじゃ、なんで生きてるんですか。生きてちゃいかんのか。
どういうこと？じゃあこいつは。結局こいつ誰なんだよ。カメムシがいたから息を止めてた。本当に田中さん、本当に誰、マジで回収されんかったな、こいつ。紛らしいんじゃボケ、田中さん。はぁ、あ、びっくりさせやがって。寒いし、そろそろ帰らんか。だな。そうね。あれ、ルキウス、お前、なんでそこにいんだ。っていうか、ハロルド、こんな山奥で何してたんだい？地に聞く。薬草を音に来た。病気って字かよ！だから何度でも言ってるでしょ。早く治したいなら入院しなさいって。入院はしたくないんじゃ。ったく、痛い言うくせに頑固なジジイだね。まさに。おい。そのタイトル回収いらんねん。ジジイつってやつだな。て、おい、ハロルド、あそこにエロ本落ちてるぞ。なる？母音か？母音なのか？あ、ごめん。本物だった。貴様！だって、いい歳して何やってんだよ。でもま、あんたが幸せそうで何よりだよ。本心だったのか、あれは。うわ、面白い、これ。制作、月山さん、ほんとありがとうございます。めっちゃ面白かったっす。いや、面白い、これ。いやー、あれだったな。RPG のかっこ RPG ではないの時とは違って、RPG 色めっちゃ強くなって、ストーリー、めっちゃ長くなってぐだるかなって思ったんだけどさ、最初の方ちゃんと面白かったわ。すっげえ。いやー、よかったな、これプレイしてくれてありがとうございます。お疲れ様でした。ほんとありがとうございます。いや、楽しかった。いやー、すっげえ、このゲーム。数年後、え、お久しぶりですね。墓参りが遅くなってしまって、あ、すみません。墓参りが遅くなってしまって。え？実はいろいろとあって、私、孤児院を管理しているんですよ。驚きですよね。まさか私が子供の面倒を見るなんて。あ、子供だ。先生、こんなところで何してるんだ？おやおや、二人でここに来たんですか？え、あ、ごめんなさい。別に怒ってはいませんよ。ただ、森は危険なので、次からは大人を連れてくるんですよ。あ、はい、わかりました。なあなあ、先生、その墓って誰のなんだ？これは、私の大切な仲間のお墓ですよ。先生って友達いたか。失礼ですね。友人くらいいますよ。どんな方だったんですか？そうですね。じゃあ、帰ったら話をしましょうか。私の友人との思い出を。そして覚えてください。覚えておいてください。バカ野郎、もう何回騙されれば気が済むんだ。なんで俺涙流してたんだ、これに。ごめん、制作者。すごいゲームとか言うの取り消すわ。これもう最後までバカゲーだった。